バウンドは大場が取ります。当てに行く。ただここは取り返して飯田篠山有出ジョンソンコーナーからロスコーネ。チャンスですよ。チャンス。今日最初のスリーヒットコーナーからロスコーネ。これも決まらない。ここもね本当にあの中の寄りが早いんでですね。ちょっとその選手もここもロスコーネ。はい、速攻が持っていきました。コッツァー、コッツァー持っていく。あ、これもターンオーバー。前半だけで2桁のターンオーバー横浜です。ロスコアレーン、バスケット出てきました。ドライブ持っていくところこの後です。この肘が喉あたりに入ったようです。あ、この角度よく分かる。ああ、反撃開始横浜です。7点、6点差。マシュライズカットしてロスコアレーン、ナイスカッティングロスコアレーンになっています。ここですよね、はい、少しあのイングリス選手がディフェンスで対応したところもしっかりインサイドにね、カッティング。マスコに反応、マスコ残してロスコアレーン、ロスコアレーン、バスケット。ここから、まあ、昨日だったらね、ちょっとターンオーバーになってたかなというプレーもしっかりフォローしていってますからね、まあ、川村がいなくなった。さあ篠山、マスコのカット、ロスパレンが受ける。残り2秒からタクショット、うわー、よく決めました。タクショットよく決めましたね。本当ですね。これはショットクロックギリギリのタフショットでしたが、よく決めました。点差わずかに2点。マスコから篠山、ロスコアレン、ロスコアレンのリングアタック、エンドワン。いや、押し込んだ。コッツァがファール4つ目です。いや、このロスコアレンのまさにアンストッパブルリングアタック。篠山、ロスコをスクリーンに使いながら、さあそのピックアンドポップからロスコアレン、いやー、決めました。ここも川崎のポジション。さあ残り2分半、入ってきてロスコアレン、エンドワン。今のよく決めた。昨日ロスコアレンは本当に底知れない得点力、よく走っていきました、ただやっぱその前にね、篠山選手がやっぱ周りでこう走れと動けというような指示をしていましたので、ここに止まるような指示